皆さんこんにちは。多肉粘土職人のポンコタージュです。樹脂粘土でリアルで可愛い多肉植物を作っています。これから皆さんに粘土多肉の魅力をお伝えしていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。レッスンの前に少し自己紹介したいと思います。私が粘土多肉を作り始めたのは2017年頃、娘の粘土遊びの付き合いでたまたま作ったのが始まりでした。もともとものづくりが好きだったのですぐにハマってしまいました。その後うまくできたのを見てほしくてインスタで紹介したところ、欲しいと言ってくださる方がいて販売するようになりました。今は主にインスタでの情報発信と 1,2 ヶ月に一度ウェブショップでの販売をしています。本業が別にあるので作るのは主に平日夜と休日だけです。あくまで趣味の延長なので楽しみながら続けています。粘土をこねこねしていると不思議と落ち着いた気分になります。日々のいろいろを忘れて無心で粘土を触っているといい気分転換になりますよ。作れば作るほど上達していくのも楽しいところです。今回のレッスンでは少ない材料で可愛い寄せ植えを作ります。まずは粘土に触れて作ってみて粘土多肉を好きになってくれたらいいなと思います。今回のレッスンでは多肉の作り方を学んだ後、できた多肉で寄せ植えを作ります。レッスン2では材料、道具の説明や多肉を作る上で知っていてほしいことを学んでいきます。レッスン3ではメインになる大きめの多肉の作り方、レッスン4と5はサブ多肉として少し小さめの多肉2種類を作ります。レッスン6は脇役多肉、寄せ植えの隙間に入れる小さな多肉を残った粘土で作ります。レッスン7では作ってきた多肉で寄せ植えを仕上げていきます。簡単ですがレッスンの内容説明でした。次回から粘土多肉についてじっくり学んでいきます。皆さんが楽しんで作っていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。